バンドリー押し渡れインステージ総選挙企画第何弾だかよく分かりませんけど今回は、はい、バンドリーでございます。バンドリー。そしてここ早稲田のトレンド駅でございます。来ております。ここはですね、花咲川女学院の女子学園のちょっと間違えました。花咲川女子学園高校、はいはい、花咲川女子学園高校の、最寄り駅でございます。早稲田ですね、はい。まあ、この辺すっげえ音がうるさいというちょっと交通量、まあ、交通量の真ん中、ね、道路の真ん中でありますし、うん、都電でございますからね。それの、今回は、まあ、アニメ版の聖地を回りながら、はい、ちょっとこの5人の、はいはい、ポピパの5人の、総選挙をやっていこうじゃないかという企画でございます。なるほど。僕はですねここに来て早30分ぐらいになるんですけれども、なるほど、もう非常に心配でございます。なんせ人がいないちょっとね、そう、人選んだ日が悪かったっていうのも少しありますけども、いや、ただ多分ね、はい、制作側の意図としてはこれ放映投稿日はいつか分かんないよ、はいはい、分かんないけど今日が最終回なんですよ。今日まさに収録日、バンドリー最終 日、 最終回が最終回の日にだから来てんじゃねえかっていう体だと思いますけど、甘かったね。そうですね人がいないという、僕はこれ推しですっていう感じで、じゃあちょっとカメラ目線で電車がそろそろ来んで、ま、巻きで、どうも相変わらずお世話になっております、なぎのです。答え推し、お、こちらこそ、どうも。そしてどうも、秋野です。もう僕はね、迷ったんですけど、もうサーヤでお願いします。サーヤで行きましょう。ちょっとね、アリサとね、ここと迷ったんだけど、さあ、あと、唯一のバンドリー分かってるメンバー、タベさん、カメラマン、タベさん、現在カメラマン、はい、カメラマン、タベさん行きましょう。タエさん、さあ、タエさん入った、2票入りましたので、これからちょっと聞いていこうかなと思います。さあ、電車が来ましたね。バンドリーは来るかな、分かりそうだね。人が増えてきました。人が増えてきましたけども、分かりそうだ、分かりそうだ。これね、見てもね、誰もすごい見てはくれるんですけど目は合わせてくれない。じゃあ行きますか、頑張った方行きますか。悲しいかな。さあ、行けそうな方もいますね。使わない、全然分からなすぎて悲しかった。すごいですね、目が怖い。この時間帯の東京の人たちの顔をしてましたねごめんなさい、殺害するような歯みたいな目で外国人の観光客の方に聞いても仕方ないですもんねバンドリー、バンドリー、アニメちゃう、アニメ、おー、コトリーとか言いそうで、コトリーアニメちゃう、アニメちゃうっつって、すいません、バンドリーって分かります、分からないから、分からない、そうですね、見てこうとなってるんですけど、よろしいですか。大丈夫です、ごめんなさい、はい、ちょっと聞いちゃいけないようにして、聞いちゃいそうで、ね、ちょっと危なかったですね。いや、一つね、思ったこと言います、はい、ここにはいない聖地なんだけどな聖地なんだけど、ね、多分あれじゃない、駅だしさ、いろんなね、うん、人がいるじゃない、ここの地域的に、はいはいはい、で学生さんはここあんま来ないし、だから個人的にはもっと掘り下げた、マニアックという言い方あれだけども、ちょっと奥地に入った聖地があるから、そっちの方が人が来るんじゃないかという推測を今立ててます、はい、ので、これからですね次の聖地に行きたいと思います。バンドリー、次の聖地は、いっぱい星が貼られてるよ、アリサちゃん家付近ということで周辺の蔵の付近の、道路、道とかありますので、そっちの方がまだ人がいるんじゃないかと。なるほど、はい、曇天でね、ちょっと雨が降りそうなんで、早速ね、行きたいと思います。